んでしょう今日は。限定350用意しました。350もうなんかあっという間になくなりそうですけれども、なんか結構スピードが速い配り、ね、会場の皆様の大きな拍手でお迎えください。農家さんです、どうぞ。
嬉しいです、ありがとうございます。皆さんお酒も飲んでますか？楽しんでますね。寒い中今日はありがとうございます。じゃあ今からまた、あ、皆さん、あの、恋してますか？してます。皆さん苦笑いですね。みんな失恋したのかな、ちょっと。私もですね、その失恋した人がいたならば、その方にぴったりの私のね、私も失恋をした時に書いた曲です。よかったらね。君といる時の朝は嫌い、君を連れて行く朝が嫌い、幻だったのかな、あの夜は。昨日に戻ればいいのに、いつだってほんの優しく笑う君は、僕を置いて走り続けてく君はいつも僕の痛みも寂しさも愛に変えてくれたか。間違いだらけの僕らでも、間違いだらけの恋でも、それでも一緒にいられたらなんて、好きすぎることが不安で、傷つくのが怖い。僕だけの君でいて、二人だけの世界に変わってく。手をつないで歩いたあの道も、一緒に聞いてた。君に触れる旅胸が痛いよ、近くにいるのに遠く寂しくなるの、聞いたりしてばかり消えて、好きだでもそれはとても辛いさ。
ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、しんみりと。あ、私、はい、全然自己紹介してなかった福岡県で音楽活動をしてます。 NONKA と書いてのんかと言います。よかったらですね、ツイッター、インスタ、YouTube、 ぜひね、今ちょっと頑張ってるので、よかったらぜひ検索して登録したりフォローしてくれると嬉しいです。私とね、お友達になってください。よろしくお願いします。 ありがとうございます。優しい、あったかいね。よし、ではまたカバー曲のバックナンバーの水平線を歌いたいと思います。聴いてください。Thank you.
ありがとうございました。農家さんにどうぞ今一度大きな拍手をお送